こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグのマンチェスターシティの来シーズン 24-25 シーズンに向けた市場での動きについてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。現在ユーロ2024ドイツ大会、コパアメリカ2024アメリカ大会が行われており、大きな盛り上がりを見せております。皆さんそれぞれに応援されている国々があり、寝不足の日々を過ごされていることかと思いますが、両大会が終われば少しの休暇期間を空けて 2024-2025 シーズンが開幕いたします。疲労度も蓄積されている中で、来シーズンへの準備をしなければならない選手たちは非常に大変な時期かと思いますが、迫ってくるプレミアリーグの開幕に向けて選手たちもクラブも的確に準備をしなければなりません。ユーロ本大会やコパアメリカ本大会が重なっているため、両大会に出場している選手たちを獲得するのは非常に難しい状態です。もちろんできないというわけではありませんので、すでに交渉が行われている選手たちも複数名存在したりはするんですが、本大会に出ている選手たちはやはり大会に集中するために自分中心の外部の話題を代表チームに持ち込むということを嫌う選手も存在しております。実際大会開幕前に移籍が取り出されている選手たちの中でも、そういったコメントを残している選手たちは存在します。イレギュラーな形で行われている移籍市場になりますが、欧州四大リーグを中心に市場が開幕したチームは迅速に行動をとって補強や売却を推し進めております。ここ最近の話題で大きな注目を集めたのは、アストンビラに在籍しているドーグラス・ルイスがユベントスに移籍した話題だと思います。もちろんその他にも注目の移籍は実現しております。皆さんそれぞれに注目されている移籍市場での動きがあるかとは思いますが、今回メインテーマで取り扱うマンチェスターシティは現在移籍市場において非常に静かな動きを見せております。近年のマンチェスターシティはピンポイントで大物を獲得したりなどで多くの注目を集めてきたクラブなんですけれども、市場が開幕して2週間近く経っているんですけれども、大きな話題も出ておりませんし、信憑性の高いジャーナリストなどからもマンチェスターシティの話題はそこまで多く出ておりません。現在マンチェスターシティの指揮官を務めておりますペップ・グアルディオラとマンチェスターシティの契約は来シーズン2025年の6月まで契約満了となっており、ユルゲン・クロップというライバルが退任したため来シーズンが最後の年と言われております。あくまで予測として立てられているものではあるんですけれども、彼がライバルと呼んでいたユルゲン・クロップがリバプールから今シーズン限りで退任いたしましたので、現状プレミアリーグに彼の直接的なライバルと呼べるような人材はいないと思います。ミケル・アルテタやリバプールの指揮官になるアルネスロット、素晴らしい監督たちなので、彼らも好敵手、ライバルと呼ぶべき存在ではあるかとは思うんですけれども、長き時間にわたって、切磋琢磨してきたライバルといえばやはりユルゲン・クロップという存在になるかなと思いますので、彼が去ってしまった以上何か大きな喪失感を味わっている可能性は非常に高いと言われておりますし、マンチェスターシティは2年前に3冠を成し遂げました。3冠を成し遂げたチームに新たなものを与えようとするとすごくエネルギーがいりますし、監督のモチベーションも高く維持する必要があります。世界的名将と言われるペップ・グアルディオラもそこを維持していく、さらに向上していくことの難しさをコメントで口に出しておりました。となればやはり憶測ではありますが、来シーズンでペップ・グアルディオラがマンチェスターシティを去る可能性が高いということですので、ラストイヤーに向けてクラブが指揮官に対して最後のサポートを行える1年になるかと思いますので、より積極的な行動に移すこともあるのかなと思っていたんですけれども、現状非常に静かな動きを見せているということです。マンチェスターシティのサポーターの方々も常日頃からマンチェスターシティの情報を追われているかと思いますが、やはりここまで静かな、補強シーズンを迎えているのはやはり稀だと感じているのではないかなと思います。プレミアリーグ優勝、4連覇を成し遂げ、チャンピオンズリーグの舞台においても決勝トーナメントに例年
安定して出場しているので収入自体は高く得ているはずなんですけれども、動きに大きな変化がないということに対してやはり不安な気持ちを持たれている方も実際いらっしゃるのではないかなと思います。ですのでここからはなぜマンチェスターシティが静かな移籍市場を現状過ごしているのかというところについて、あくまで私松の予想にはなるんですけれども、移籍市場が静かになっている考えうる理由についてお話をしていこうかなと思います。ではまず一つ目、皆さんもご存知の方多いと思いますが、マンチェスターシティは現在115件の違反問題になります。この件は現在解決しておりませんし、調査中と言われているんですけれども、今後の調査次第では白黒はっきり出ると言われております。ここで白と出ればマンチェスターシティは当然今まで通り選手を補強したり選手を売買したりプレミアリーグの舞台で戦い続けるということができるんですけれども、黒として判決が下ってしまった場合、どれだけ大きな罰則が下るか分かりません。予想されているものは大きな勝ち点剥奪だったりタイトルの剥奪だったり、降格処分だったり、補強禁止処分だったり、あくまで予想されているものにはなりますが、こういった罰則が下るのではないかと言われております。同じ舞台プレミアリーグで戦っているエバートンだったり、ノッティンガムフォレストだったり、この2つのクラブに関してはすでに、罰則が下っております。件数的には、少ない件数と言われているんですけれども、勝ち点10ポイントの剥奪というものを、両チームとも、下ってしまってですね、チームに大きなダメージを与えてしまう結果となってしまいました。しかし今回話題に上がっている115件という件数はあまりにも大きい件数ということになってしまっておりますので、どれほど大きな罰則が下るのか本当にわからない状況です。マンチェスターシティのサポーターの方々は間違いなく白であるということを信じていると思いますし、クラブやフロントに対しても大きな信頼を寄せていると思います。しかしこういった問題がのしかかっていること自体はやはり否定はできないですし、調査の対象になっていること自体はやはり認めざるを得ません。マンチェスターシティはこういった問題をまずはしっかりと解決していくということに対してフォーカスを当てている可能性が高いので、財務問題に関しても PSR という問題が、大きな問題としてそれぞれのクラブにのしかかっておりますが、マンチェスターシティもここをしっかりとクリアしていくために、まずはお金の管理の部分と問題がないかっていうところをしっかりと整理しているために、現状市場での動きが鈍くなってしまっているのではないかなと思います。なおかつマンチェスターシティは現在、訴えられている115件の問題に関して訴えを起こしております。自分たちだけこういった罰則が下ること自体おかしいじゃないか、なぜ自分たちだけがこういった調査をされるんだ、様々な理由があって、訴え返しているっていうことにはなるんですけれども、自分たちの、無実を証明するために、行動に移しております。しかしこの訴えをですね、もし、判決という形で白と下されてしまった場合、スポンサー契約をですね、関連性のある企業と結ぶことができるようになってしまいますので、サウジアラビア資本のクラブはより一層お金を使うことができるようになってしまったりとか、資金力のあるオーナーを持っているクラブチームだけがやはり強くなってしまうということになってしまいかねないので、プレミアリーグのバランスにも、関わってくる問題なので、なかなか、判決が下ったとしても白として、決断が下されるのは判決が下されるのはやはり、難しいところなのかなと思います。これがまず一つ目の理由です。そして2つ目、ラストイヤーへの投資制限でございます。先ほどもご紹介いたしましたが、来シーズンで指揮官ペップ・グアルディオラが去ると予想されております。あくまでこれは予想ですし、大きな報道もなされているわけではないので、契約の、残り年数だったりとか、先ほどもご紹介した通りライバルと呼ばれていたユルゲン・クロップが退任したりとか、あとはモチベーションの話も本人も、口からねコメントで出したりなどしていたので、予想されている話にはなるんですけれども、彼が、来シーズンで去る、ということをですね、もし、早い時期に、クラブに対して伝えていた場合、この監督をサポートすること自体はすごくチームにとっても大事なことだし、やるべきことではあるんですけれども、
ペップが去るということが分かっているのだとしたら、この監督が求めている選手を連れてきたとしても次のチーム構築に活かせるかと問われると少し怪しいんですね。やはり監督によって好みは変わりますし、欲しい選手も、欲しい特性も当然変わります。マンチェスターシティというクラブはしっかりとチームの方針っていうところが決まっているので、方針に沿った監督っていうのを連れてきてくれるとは思うんですけれども、やはり現代最高峰、なんだったらナンバーワンと呼ばれるような指揮官の後任として連れてくる監督はやはり当然ペップと比べられますし、連れてこられた監督も当然ペップのやり方を真似するわけにはいかないですし、いいものは引き継ぐでしょうけれども、やはり自分の味を出すため、自分の求めるものを出すためにそういった特徴を持っている選手を好んで連れてきてほしいと、要求するはずです。となるとペップに対してお金を投資するよりも、次の監督に対して投資をするための資金をしっかりと準備しておきたいって思うのは、やはりクラブとして思うことは当然のことだと思うので、ペップ・グアルディオラという監督に対してとてつもなく大きな信頼を寄せていると思うし、感謝の気持ちを持っていることは変わりないと思うんですけれども、もし本当にペップ・グアルディオラが来シーズンで去るという決断をもししていたのだとしたら、こういった決断を取って大物を獲得するだったり、たくさんのお金を使って、ポジションを置く、選手を獲得するっていうことを行うっていうことはやはり制限をかけているのかもしれないなと、予想されるかなと思います。これが2つ目です。そして3つ目、まあ、1つ目の問題と関わってくるところにはなるんですけれども、PSR の問題です。PSR とは、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、プレミアリーグの収益性と持続可能性に関する規定を定めたルールです。各クラブが特定の期間内で計上できる損失額を、規定しまして、それぞれの収入と支出の、まあ、バランスを取るために定められたルールです。簡単に言えばですね、まあ、規定された、損失額以上の損失を出してしまってはいけませんよというルールになります。もちろん事細かく説明していけば、そこにいろんな要素がね足されていくっていうことにはなるんですけれども、クラブを安定して維持していくために収支のバランスを図りなさいと定められたルールです。近年移籍市場においてプレミアリーグは大きな力を振るってます。各国のリーグから若者もそうだし、スーパースターもたくさん集めてきております。その選手たちがプレミアリーグに来ることによって、プレミアリーグのレベルは格段に上がってますし、指揮官もそういったところから引き抜いてくる形で格段にレベルが上がってます。そのおかげで私もそうだし、皆さんも同じだと思うんですけれども、プレミアリーグを見たい、そう思う方が間違いなく増えたことは疑いないことだと思います。しかし、そういった形でお金をたくさん使っていくということは、我々からするとすごく魅力的ではあるんですけれども、プレミアリーグに限らず、まあ、チャンピオンシップの舞台でもそうだし、それよりも下の舞台においてもそうなんだけれども、大きな、損失赤字を出してしまって、破綻してしまったクラブも実際存在します。プレミアリーグのトップクラブであれば、そのあたりはある程度制限はかけてると思うので、さすがに破綻するまでお金を投資するっていうことはないかとは思うんですけれども、そうなってもおかしくはないですし、 0% でもないです。しっかりとクラブが維持されることの方が大事ですので、お金を投資することによって間違いなく人は引きつけられるし、それだけの魅力のあるリーグになっていること自体は間違いないんですけれども、クラブがなくなってしまえばやはり元も子もないですし、そういった行動が取れなくなってしまうと、そういったところに引きつけられた人たちが、離れていってしまうというね、きっかけにもなりかねないということになってしまいますので、しっかりとクラブの財政状況っていうものを維持しながらですね、運営していく、そしてチームを、計画的に、まあ、強くしていってくださいねっていうことを、まあ、目的とした、ルールを設定したと。で、このルールを守っていくためにマンチェスターシティに限らず多くのクラブが行動に移しておりまして、収支のバランスを図ってます。主力選手を売却したり、年俸の高い選手を売却したり、比較的年俸の安い若手選手を獲得してきたり、減価償却っていう方法を使って分割払いでお金を支払ったり、まあ、いろいろ様々な方法を取ってお金を管理していきながら、制限かけていきながら、まあ、チームを強くしていくために行動を移してます。当然ここに対してマンチェスターシティも行動を取ることは間違いないですし、ここをしなければやはり大きな罰則が下ってしまうことになるので避けられない問題です。先ほどもご紹介した通り、マンチェスターシティはプレミアリーグ4連覇を成し遂げましたし、チャンピオンズリーグの舞台においても
近年常に決勝トーナメントまで勝ち進んでます。間違いなく強者です。こういった環境に常に出続けているので、まあ、収入自体も安定しているということに変わりはないんですけれども、やはりマーケット自体大きくしているクラブではあるんですけれども、クラブ自体のグッズ収益だったりとか、まあ、チケット収入だったりとか、そういったところはやはり、よく指摘されるポイントではありますし、イギリス国内の、まあ、メディアからもよくね、出ていることではあるんですけれども、まあ、マンチェスターシティやはり近年ね大きく成長してきたクラブなので、まあ、人気自体もあるんですけれども、やはりイギリス国内ではそこまで高くないと言われたりとか、それが真実なのかね真実じゃないのかっていうのはやはりまあ現地の、まあ、状況とか見てみないとねわからないところもあるとは思うんだけれども、まあ、実際そういった形で報じられたりとか、言われたりしているっていうことはやはりね、身のないところには煙は立たぬという言葉がありますけれども、まあ、実際ねそういったところが指摘されるということは何かしらね思われるところがあるんだろうと。やはりクラブの収入っていうのは、まあ、CM 収入だったりとか、まあ、放映権収入だったり、まあ、チケットグッズ収入だったりとかね、まあ、こういったところがやはりメインと言われておりますので、人気だったりとかがね、まあ、ダイレクトに反映されるのはチケット収入だったりグッズ収入ということになりますので、ダイレクトにマンチェスターシティは影響を受けてるんじゃないかと。まあ、ここ最近ユニクロさんだったかな、島村さんだったか忘れたんですけど、マンチェスターシティがねなんかコラボした T シャツみたいなものを販売されているっていうのがね日本でも話題になってますけれども、やはりそういった形で、まあ、輪を広げて、まあ、自分たちのクラブを知ってもらう、そして、その T シャツだったりとかを買ってもらうっていうことで、マンチェスターシティもいろいろ行動を移してますよね。これもやはり、そこを証明している要因の一つなのではないかなと思います。これが3つ目の理由です。そして4つ目、現在行われているユーロ2024ドイツ大会、そしてコパアメリカ2024アメリカ大会の影響を受けているのではないかというところです。最初にもお伝えしたんですけれども、冒頭にもお伝えしたんですけれども、やはりこの両大会に出場している選手たちは、本大会に集中している可能性が非常に高いので、その大会が終了すればもちろん自身のキャリアのことだったりとか所属チームのことを考え出すと思うんだけれども、やはり自分の意見だったりとか言葉っていうのをやはり外部に出すっていうことをやはり嫌いますし、移籍の話題とかをやはりチームに持ち込むっていうことをやはり嫌う傾向がすごく強いです。最近だと、まあ、バイエルミュンヘンに所属しているマタイス・デリフトがクラブの方針があって売却候補と言われておりまして、まあ、代理人を含めた本人はコメントを出していないんですけれども、やはり記者から大きな言葉が飛んでくるので、メディアの質問を避けるようにバスの方に向かって早歩きで歩いていく動画のシーンとかね、取り上げられたりしているんですよ。これは間違いなく、まあ、チームに、まあ、いらぬ話題とか影響っていうものをチームに与えたくないという、まあ、彼の配慮だと思うんですね。ですがこれに関してはやはり本人が望んでバイエルンから退団するっていうことを望んだわけではなくて、クラブの方針から出てきてしまった話題なので本人も避けられなかったと。だけどやはりこういった形で話題が出てしまったので、まあ、飛んできてしまうのであれば、じゃあそういったところの環境から場所から避けようっていう形で選手たちが行動を移すと。ですので、まあ、これと一緒というわけではないんですけれども、マンチェスターシティが獲得しようとしている選手もやはり現状そういった両大会に出場していて、その大会に集中したいと、すでにマンチェスターシティに伝えていて、そういった話題を出さないでくれと、そういったことを伝えているのではないかなと思うんですね。まあ、選手の望みを叶えるということにもつながりますし、信頼を勝ち取るっていうことにもつながるし、マンチェスターシティというクラブが配慮しているっていうことにもなるのではないかと。やはり来シーズンから共に戦っていくにあたって、でスタートからつまずくっていうことはできれば避けたいじゃないですか。私もそうだし皆さんもそうだし、まあ、誰だってそうだと思うんだけれども、自分がこれから入社しようとする会社と、入る前から、いざこざがあったりとか信頼関係の中で亀裂が入ったりする中で、その会社に入ろうってなかなか思わないし、その中でスタートしていくのもちょっとね億劫になったりすると思うんですよ。だからこそマンチェスターシティはそこをしっかりと配慮して、選手たちの望みを叶えるために、獲得しようとしている選手たちの望みを叶えるために、現状は静かに、時を待っているっていう状況なのかもしれないなと。まあイコール、まあ両大会に出場している、まあスーパースターをね、
まあ獲得しに行くんじゃないかっていうね、予想も立てれるんじゃないかなと思うんですけど、まあこれ自体がね、大きな予想ではあるんだけれども、はい。考えられる理由としては当てはまるのかなと思います。これが4つ目の理由ですね。はい。では最後、5つ目の理由です。これが現スカットへの満足になります。現状のマンチェスターシティのスカット、まあそれぞれのポジションを見ても、本当に強烈なタレントたちが、たくさんいます。もう平気でね、プレミアリーグで戦えるチームを2チームぐらい、もう平気で作れるんじゃないかと、まあ、思えるぐらい、もうすごいスカットを抱えてます。で、このスカットをやはり維持するっていうことになると、当然お金がかかるし、さらに契約延長を行おうとすると、当然年俸アップも求められるので、クラブが設定している予算を大きく割かなければなりません。現状、マンチェスターシティで高額な年俸をもらっているトップ5を紹介させていただくと、ハーランド、デブライネ、ベルナルド・シューバー、グリーリッシュ、ジョン・ストーンズ。こういった選手たちが、高額な年俸をもらってるんですね。で、そういった選手たちが、やはりこぞって、やはりペップシティにとって、まあ中心人物ですし、外すことができない選手たちだと。なおかつ、まあここには入らなかったけれども、6位、7位にいる、フィル・フォーデンとか、ロドリに関しては、やはり、これからのマンチェスターシティをまた支えていってもらわなければならない選手たちなので、契約延長を図るっていうことになると、さらに、高額な年俸を支払わなければならなくなると。特にロドリに関しては、もうデブライネ級の年俸を払わないと、難しい、維持することも難しいと思われるぐらいの選手にもなってると思うんですね。もちろんクラブの状況だったりとか、自分が多くの年俸をもらうっていうことに対して、まあ否定的な人物だったりとかするとね、ああいいですっていう形で本人が断りを入れるっていうこともあるかもしれないけれども、まあ基本的にやはり、まあクラブと選手のやり取りは個人事業主同士のやり取りになるので、そこまでやっぱりね寄り添うっていうことはしなかったりもしますし、やはりあくまで契約上の話になるんで、お金に関してはしっかりと求める傾向が強いんでね。となるとやはり来シーズンもデブライネが残る可能性があるだったりとか、ハーランドも当然残ってる可能性がある。で、ベルナルド・シューバに関しても対談するんじゃないかっていう話題が出てるけれども、狙いに行こうとしている、バルセロナだったりとか、あとはパリ・サンジェルマンだったりとかが、こぞってね、まあ、お金が使えないとか、まあ、パリは使えるんですけど他の選手取りに行こうとしているとかで、ちょっともし売るとなったとしてもちょっとお金を作るのが難しい状況になりつつあると。となるとやはり維持するだけでお金がかかる。で、その選手たちに対してもやはり満足しているっていう可能性が非常に高いので、不必要にお金を使うんであれば現状維持で満足しているっていうことをペップはフロントに対して伝えているのかもしれないなと思います。これが、ラスト5つ目の理由ですね。先ほどもお伝えしましたが、これはあくまで私松が予想している、理由ということになりますので、これらのうちのどれかかもしれないし、すべてかもしれないし、もしかしたらこれら5つにも該当しない別の理由があったりかもするかもしれないので、確定でこれだっていうふうには、やはり僕もね、マンチェスターシティのフロントで働いてるわけではないので、はっきり言えることではないんですけれども、まあ考えられる理由としては、しっかりと該当するのではないかなと思います。ですので皆さんもマンチェスターシティが現在市場での動きが静かになっている理由、これが考えられるんじゃないかなとか、あ、それ確かに理由としてありそうですよねだったりとか、まあ様々思ったことがあると思うので、ぜひ皆さんの意見をですね、私の YouTube のコメント だったり、私の X の方にコメントでいただければなと思います。はい、ということで、マンチェスターシティの 2425 シーズン開幕前の、夏の市場での静かな動きについてはここまでになります。最後に、現状マンチェスターシティの補強の話題で、まあ小さなね話題だったりとかにはなるんですけれども、出ている選手たちについてなど、ちょっとお話を最後にさせていただいて、今回のラジオ終了していきたいなと思います。まずはですね、売却の話題になるんですけれども、ゴールキーパーのエデルソンの話題です。一番ねここ最近、まあマンチェスターシティの話題で、まあフォーカス当てられている話題かなと思うんですけれども、エデルソンがですね、現在サウジアラビアのアルナスルと交渉を行っているのではないかと報道されております。まあ断れない年俸のオファーが届いているみたいで、まあエデルソンもマンチェスターシティで3冠成し遂げましたし、まあプレミアリーグのタイトルも4連覇成し遂げたりとか、モチベーションキープすることがやはり難しいと。で、彼自身も
やはりマンチェスターシティから離れて、別のクラブに移籍するってなった時に、まあ、マンチェスター以上のクラブっていうことになると、まあ、マドリーとかにねなってくるのかなと思うんだけれども、やはりマドリーも、まあ、クルトワがいたりルニンがいたりとかで、なおかつ彼らがもしいなかったとしても比較的若いゴールキーパーをね取りに行くっていう方針に、まあ、マドリーに限らずどこのクラブもそうなんだけれども、もう舵を切ってるので、まあ、30に近いエデルソンを獲得するっていうことをね行わない可能性があるなと問われると、エデルソンの決断としては、じゃあ最後に選ぶ環境はお金を稼ぐっていうところを目標にして次の環境を選ぶのではないかと。でその環境にじゃあ今一番適してるのどこですかっていうことになると、まあ、サウジアラビアっていうことになるので、彼本人もそこに対して、首を縦に振りまして、承諾しているのではないかと。マンチェスターシティも、それを承諾しているのではないかと言われております。まあ、彼が去ってしまえば、まあ、ファーストゴールキーパーがいなくなってしまうので、マンチェスターシティはオルテが中心で行くのか、もしくはね別のゴールキーパーを取りに行くっていう方針に、舵を切らなければならなくなるんですけれども、そこはね、まあ、今後また噂になってくると思うし、まあ、個人的にはね、まあ、マイク・メニャンとか、ポルトガル代表でね大活躍したディエゴ・コスタとか、そういった選手ちょっと取ってほしいなと思ってるんだけれども、まあ、人それぞれ好みはあると思うんでね、ぜひ皆さんのエデルソンが退団した後の、まあ、公認候補で、欲しい選手いらっしゃいましたら、コメントで教えてください。では続きまして、右サイドバック、ヨシュア・キミヒです。ドイツ代表ね、残念ながら敗退しまして、まあ、僕も本当にねショックを受けてるんですけれども、まあ、キミヒはですね、まあ、バイエルンでの去就が本当に不透明な状況になっておりまして、まあ、もしかしたらねバイエルンに残るかもしれない、残留する余地も残されてるんじゃないかとね、ファブリツィオ・ロマーノ氏などもつぶやいたりしてるんで、まだまだわからない状況ではあるんだけれども、やはりあれだけ闘志があって戦えて、まあ、技術力もあってゲームメイクもできる、まあ、本当に、右サイドバックとして、スピードとかはねそこまであるわけではないんだけれども、まあ、ゲームを読む能力にも長けていたりなど、本当にシティのフットボールにももうマッチする、まあ、本当に、トータルバランスの整った選手なんですよね。その選手がやはりバイエルンでは高額な年俸っていうところがネックになってて、フロントが売ろうとしていると、まあ、サポーターである私は絶対に売るなと思ってるんだけれども、まあ、フロントは売ろうとしていると。で、キミヒはご存知の方も多いと思いますけど、まあ、ペップのね、まあ、教え子でもありますし、ペップが直接、顔を見てですね、もう本当に真摯に彼と向き合って試合後にね、まあ、叱咤激励して指導しているっていうシーンがねあったりとかするほど、まあ、すごくね大事に育ててきた選手なんですよ。で、その選手が今本当にしっかりと成長して、もう大人びて、いろんなプレーも提供できるようになったので、まあ、ウォーカーが年齢を重ねてきたり、しておりますし、まあ、彼が、いなくなったりとか、彼が使えない状況になった時に、まあ、そのポジションも担いながら、まあ、もしかしたらペップだったら西サイドバック的なところでね、キミヒだったら絶対担えるんで、まあ、そういったところまだ試そうっていうところで取るかもしれないなと。選手層もより一層ね、アップする、レベルアップすることがねできるので、獲得自体は最高に、いい補強になるのかなと思います。ただし、先ほども紹介した通り、やはりキミヒ年俸比較的高いですし、もしシティと契約する場合はある程度の契約年数も求めるはずなんですよ。となると、やはり現状圧迫している予算のところにさらに圧迫をさせるっていうことになるので、もしキミヒを取るっていう決断をするのであれば、例えばマテウス・ヌネスを売るとか、まあ、ウォーカー売るとか、ちょっとこう戦力になりきれてない選手を打って、うまく枠を開けて、まあ、そこに対してはめていくっていう形になるのではないかなと思います。はい。では、続きまして次の選手ですね。カラフィオリでございます。まあ、カーラフィオリがね、言い方としては正しいと、まあ、言われているみたいなんですけど、まあ、認識がね、できればいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、イタリア代表でもね、プレーしていて、まあ、ボローニャも今シーズン僕20試合近く、まあ、見てるんですけれども、まあ、本当にね素晴らしい選手で、まあ、技術的にもいいですし、判断能力もすごく高いですし、まあ、マンチェスターシティのフットボールには本当に、適しているなと、まあ、それこそストーンズがね、年齢を重ねてきているし高額な年俸をもらってるんで、まあ、ストーンズとこう入れ替えるような、まあ、形であれば本当にいいんじゃないかと。それこそストーンズがねこうバイエルに売られるんじゃないかっていう報道がね一時期出てましたけれども、まあ、そういった形で打ってカラフィオリ連れてくるっていうことになれば、もう本当にうまくね、若返りも図れるし、年俸も抑えられるし、怪我のね、そういったところもこう考えられるというか、加齢っていうところもちょっとこうね、考えることができるのでいいんじゃないかと。ただし、まあここ最近の報道を見ていると、もうアーセナル、
に移籍するんじゃないかという報道が、根強く出てます、信憑性の高いメディアからもそうですし、有力なジャーナリストなどからも話が出ているというところなので、マンチェスターシティが彼に手を差し伸べるというかね、オファーに乗り出すっていうことは、まあ、現状は考えられないのかなと。しかしね、まあ、マンチェスターシティでプレーをしても、まあ、遜色ない選手だとは思います。では続きまして4人目、ブルーノ・ギマラインスでございます。ニューカッスルにね所属しているアンカーのブラジル代表の選手なんですけれども、彼を獲得するのではないかという報道が出ておりました。まあ信憑性自体はねそこまで高いメディアから出ているわけではないんですけれども、やはりニューカッスルうまくね、PSR の問題はね、まあニューカッスルの話題で話すんですけど、ちょっと問題は解決いたしましたので、まあ、ブルーノ・ギマランスをね、まあ、売る必要は正直ないかなと思うんだけれども、マンチェスターシティやはりロドリのね負担がとてつもなく大きいと。やはり彼がいる以内でやはりゲームの内容も展開も全然違うので、彼をねずっと使いたいことは間違いないんだけれども、やはり彼も人間ですので、まあ、怪我を当然してしまいかねないですし、使い続けてしまうとパフォーマンスも低下してしまうっていうことにまあ、繋がってしまうということで、まあ、彼を休ませられるときに、しっかりとそこのポジションで、一人で担うことができる。で、なおかつ、まあ、彼と横並びで使ったとしても、クオリティを発揮できる選手っていうところで、ブルーノ・ギマランスの名前が出てると。ただし、ニューカッスル、売るつもりないですし、金額自体も200億近い金額払わないと、ほぼ取れないと言われてます。まあ、現状だったら170億ぐらいかなと思うんだけれども、まあ、相当高額な年俸が設定されると。マンチェスターシティであればピンポイントにねそこにだけお金を投資するんであれば、お金の面だけ言えばね取れないわけではないんだけれども、まあニューカッスルが売るつもりがなかったりとか、うまくそこ回避してるところがあったりとか、 PSR のところね回避してるところがあったりとかするのである以上、やはりマンチェスターシティが彼を狙いに行こうとしたとしても、彼本人がやはりシティに行きたいという、望みを、言わない限り、なかなか実現することは難しいのかなと思います。続いて5人目、ダニオルモでございます、スペイン代表でねプレーしておりまして、先日のドイツ戦もね素晴らしい活躍で、まあ、ライプツヒでも本当に、素晴らしい活躍をしている、中盤の選手なんですけれども、まあ、この選手はですね、まあ、本当アイディアも豊富ですし、まあ、攻守の局面においてもタスク全うできるし、で幅を取らせたりとかしても仕掛けられるしとかで、もう本当にこう器用でね何でもできる選手で、得点もアシストも取れてっていうね、マンチェスターシティに行ったとしても十分、まあ、活躍できる選手かなと思うんですけれども、彼の獲得はデブライネの後継者っていう意味合いになると思うんです。やはりデブライネと同じポジション基本的にはメインに担うことになりますし、まあ、ワイドで使ってもそこからのクオリティ発揮するみたいな選手になるので、まあ、タイプ的にはね違う選手にはなるんだけれども、特徴もね、ただ立ち回り的にというか立場的に言えば、やはりデブライネの後継者っていうところがメインになってくると思うので、現状、デブライネの後継者として早めに来るっていうことは別に間違いではないと思うんだけれども、デブライネが来シーズン残るっていうことを明言、ある程度している以上、今来たとしても市場機会たくさん得られるかわからないし、マンチェスターシティとしてもデブライネを抱えている以上予算を圧迫してるんで、予算を使ってるんで、そこはちょっと制限かけてるんじゃないかと。で、なおかつダニオルも現状ライプツヒだと比較的安い年俸をもらってるんだけれども、次に行くクラブに関しては間違いなく高額な年俸を設定してきます。なぜなら、マンチェスターシティに限らず多くのビッグクラブが彼をこぞって狙ってきているから。となると、まあ、本人がどこに行きたいかっていう望みももちろんそうなんだけれども、年俸をね高いとこ設定してくれるところもやはりベースとして考えていくことになるので、マンチェスターシティであれば当然そこは払うことができるし、まあ、デブライネ級の年俸をいきなり払うっていうことはねないとは思うんだけれども、ある程度年俸を求められるっていうことになるので、デブライネがいる上に彼を連れてくるっていうことになると、ヌネスがやはり今シーズンねあまりフィットしないって中で予算もそこで使っている以上、なかなかね、獲得することはやはり難しいのかなと思います。そして、ラスト噂に上がっているのが、ジャマール・ムシアラです。バイエルン・ミュンヘンに所属しております、42番の選手で、ドイツ代表では10番を、背負っておりますけれども、まあ、ドイツ代表のね、試合をユーロで見られていた方はご存知かと思いますし、バイエルンの試合をねご覧になられたことがある方はご存知かと思いますけど、
規格外のね、違いを見せつける選手で、もう狭いスペースでもドリブルで抜けるし、フィニッシュ力も本当に高いし、シュートもめちゃくちゃうまいと。で、ボールも運べて、左で幅取らせても中でポジション取らせてもうまいと。まあ、プレスバックは時折緩い時はあるんだけれども、まあ、そこしっかりとチームとして連動していれば、ちゃんとタスクは全うしてくれる選手なので、マンチェスターシティに来るとなると、まあ、フォーデンとコンビ組ませてもめちゃくちゃいいと思うし、グリーリッシュだったりとかドクとね、ポジション争いさせて、まあ、ローテーション組むみたいなことをやらせても、相当ハイレベルなことを行うことができると。ただし、まあ、この話題が出た時点でね、ご存知の方も多いと思うんだけど、まず、取れないと思います。もうバイエルンが売るつもり全くないですし、現状年俸ちょっと安い年俸を設定してるんだけど、ムシアラ間違いなく、倍もしくは 2.5 倍近い年俸に間違いなく引き上げてきますし、売却するっていうことにもしなったとしても、もう200億以上の金額間違いなく設定します。でその金額を設定した時にシティだったら払えないわけではないんだけれども、そこのお金を使う、なおかつ予算も圧迫する、年俸でね圧迫するっていうことは、やはりシティの予算的にも厳しい、 PSR をクリアしていくときにおいても大きな問題になりかねないということになってきてしまいますので、やはりムシアラに関しては非現実的すぎるなと思います。はい、ということで、以上が、噂に上がっていた選手たちということになります。ちなみに、まあ、今回ちょっとお話はできなかったんですけれども、クラウディオ・エチェビリ、リーベルからね、加入することになっている選手なんですけれども、一応シティに加入したとしてもすぐに試合に出れるかわからないから、もう一度ね、レンタルっていう形で、まあ、違うチームに貸し出すのではないかっていう話題が、出ていたり、あとはサビオ、ジローナにいるね、選手で、まあ、所属元はトロワなんですけれども、彼の獲得に、今すごく迫っていて、まあ、本人もシティですごくプレーしたいと思っているみたいなので実現しそうだと。ただ、まあ、金額も金額ですし、まあ、彼が来るっていうことになれば、まあ、左サイドをね、ちょっと人材過多になりすぎてしまうので、ちょっとまあどうするんだっていうところがまあのしかかってきそうだだったり、あとはルーカス・パケダ、以前はねずっと話題が出ていたんですけど、まあ、賭博問題があって、ちょっとそこが大きな問題となってきてしまって、シティはもう完全に手を引いたと。まあ当然ですよね。はい。まあどんな選手だったとしても賭博に関与してたら絶対手引きますから、どんな罰則下るかわからないからね。で、今、パケタは、フルミネンセだったかな？フラメンゴだったかちょっと忘れたんですけど、ブラジルのクラブにね、一度まあレンタルっていう形で、まあ貸し出される形で環境を移すんじゃないかっていう報道も出ているので、まあシティがね、獲得することは、なさそうだなと思います。はい。とまあ、こういった形で、以上ということになります。今回は、マンチェスターシティの市場での動きのお話と、ここ最近の移籍の話題について、お話をさせていただきました。まあ、このラジオがね投稿されている頃にはまた別の話題がね出てきたりとか、移籍の報道、売却の報道とかね、まあ、出てきていたりするかもしれないんですけれども、まあ、あくまで私がラジオ収録している時点では、まあ、こんな感じですよっていう形にはなるので、まあそこはね、ぜひ認識していただいた上で、今回のラジオ、聞いていただけていればなと思いますし、マンチェスターシティのラジオに関しては、頻度的にはそこまで高いってわけではないんですけれども、定期的に、ある程度の期間を置いて、しっかりとマンチェスターシティに関してお話もさせていただくので、ぜひまた聞きに来ていただければなと思います。はい。ということで以上になります。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。で最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。